部分休業という休業を帰り1時間いただいてまして、皆さんより1時間早く帰らせていただいて、子供が1人いるんですけど保育園の迎えに行って、あとお家で子育てと家事をさせていただいているというような形で、はい、勤務しています。仕事のキャリアも少しずつ上げなきゃいけないなっていう気持ちもある反面、子育てもしなきゃいけないっていう部分ではすごくありがたい制度だと思ってます。まあ、今近くの校舎に住んでます。一番は安いところですかね。と近くて通勤も楽なので。県立千間屋病院で働く伊藤さんは、県立病院の休暇制度を上手に活用してリフレッシュに役立てています。休みの日は、体を動かすことが好きなので、ソフトの、社会人チームに入ってますので、ソフトボールの練習に行ったり試合に出たりしたり、あと料理をすることが好きなので料理を楽しんでます。大事な休み、大会で休みが欲しいだとか、そういう時は年休を使わせていただいたり、夏休み5日間取れるので、この夏休みを活用させていただいてます。県立病院では最大40日の年次休暇からリフレッシュ休暇まで充実の休暇制度が用意されています。また勤務時間や週休日などにも配慮し、心と体の休息を十分に取れるようにしています。加えてほとんどの県立病院に職員校舎が整備されています。人と関わる仕事ですので、自分の体だったり心だったりがしっかりしてないと患者さんともうまく関われないと思うので、休日は体を動かしたりとか、自分の心のためにドライブに行っていい景色を見たりとか、自分の楽しいことをしたりとか、そういうことでリフレッシュオンオフさせてます、してますね、はい、より良い看護を提供するために県立病院では看護師の皆さんが働きやすい環境づくりにこれからも取り組んでいきます。私たちが県立病院への就職を決めた理由の一つ、それは休暇制度や福利厚生などに代表される公務員ならではの充実した待遇面への評価でした。